医療関係者の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。自分にとって何が一番大切なのか考える時間なのかもしれません。家にいることはこの状況を乗り切るための団体戦。みんなで一生懸命家にいましょう。愛は未来を促してくれます。その愛おしい存在を守るために今できることを。内なる声に耳を傾けて、自分にも人にも優しくなれる、そんな大切な時間になりますように。今現在苦しまれている方の一日でも早い回復を願っています。